忘れられないのが、鍋さんとエグザイル魂って番組で、ああ、テレビ一緒になったよね。はい。あ、もうお疲れ様です、ね。あの、ナイツがね、あの、ビッグボーイズさんとダブルコロンをね、こうやっ て、で、楽屋で鍋さんが、ニコニコして膝にこうマジックで、そうそうそう、顔描いて。ここにね、顔描いてさ、あ、今日描いてないんだけど、はい、あ、影絵方しましたね。いいですって、ナベさん何やってんすかっつったら、これで膝小僧ってやるんだって言って、膝小僧顔描いておいて、うり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 って顔が大きくなるんだよね。それをこのトーンで楽屋で嬉しそうに話してる。いいですから自由だな。で、あとほら人面血ってやってたんだ。人面血、あのお尻をほら、食ったらティーバックするじゃん、はいはいはい、で箸入れてバキッと折るのあるじゃん、はいはい、あれやったらできなかったの。できなかった、はい、折れなかった、折れない、しょうがないと、こっちに男の横顔を描いて、こっちに女の横顔を描いて、はい、お尻をチュッと締めると、はい、チュッチュッチュッってやつ。アナリスト、お前ちょっとマジック持ってきた。やらなくて、やらなくていいよ、通報されるわ。だけどテレビ東京の昔、はい、ちょっと一周芸コーナーがあって、はいはいはい、10組ぐらい出て優勝したの俺は。え、その人面決で、人面決で。で、賞金10万円なの。おお、すごいじゃないですか。で、1割引かれて9万円もらって、おーおー、源泉引かれてね、それで、はい、家賃払ったんだ。だから、ケツも使ってみるもんですね。だから、あの、割り箸が折れてたらできな、しなかったね。そうですよね。折れないからなんとか言ってね。ね、じゃあ、向かい、前、他の芸人に書いてもらった、こうやって。え、嫌ですよ、嫌ですよって言いながらさ、お尻にね、名前、顔を描くじゃん、はい、描き終わってからさ、はい、ナムさん、次も言ってくださいって言われた。優勝、優勝したから。いやいやいや、描くのって気持ちいいですね。あ、そうなんですか。誰か描いて。これでもし、はいって言ったら怖いわ。いやー、せいじちゃんどう、久しぶりだから。いや、いいじゃん、いいでここにビール出して。お知り合いで、ね、そうですよね。そうですよ。本当自由でしょ。そういう方なんですか。あと誰かいないから知りたい。今日お盆師匠来てないの。お盆師匠いますよ。え、どこにいるんですか。いや、後ろに。あ、そう。ほら、あんまり。あとで失礼しました。どうしたんですか。急にさっきまでなんかね、うん、ちょっとこう緊張してるなんて言ってたのが、もうタガ外れましたね。大体俺滑った方がウケるんだけど。なんかちょっとネタやろうか。え、ちょっとだけ。お、いいですよ、いいですよ。皆さん、ご登壇の、あ、すいません。じゃあ、どっかで使えるネタです。皆さん、どっかでカラオケで行った時やってください。はいはい、フランス語講座。フランス語。ジャガン、サラリガン、サロンマディオン。ボンジュール、マドマゼル、よくマゼル、かきマゼル。これ、足し算2つ並べるとフランス語に聞こえます。お。10たす10は20。もっと簡単、タコ8本、イカ10本。タコ8本、イカ10本。お客さん全員多分忘年会でやりますよ。やってやってやって。ぜひやってください。これでバーッと話題になって、うん、僕の名前出して。ナベさん、みんなで盛り立てていきましょうよ。じゃあ、せっかくならもう少し。はいはい、中国語。中国語。立ちつて、とつつと。うん、タオアジエキセトウ。韓国語、パンにハムを挟む、うん、パンにハム挟みだ。よくちょん切れる挟みだ。私の借金は間もなく済みだ。金を貸せよ、金貸せよ、ちょろまかせよ。これ来年の3月さ、来年の3月はあんた俺のクエストに出てよ。ああ、出ますよ。呼んできて。はい、そうそう、あのビッグボイスさんのね、ライブ席に来ましたね。独演会に来年の来てくれと。フォアを舞台上でいただきましたよ。そのかし条件は皆さんが来るっていう。そうそうそう。すごい。でも、ナベさんって本当に芸達者な方で、あのーね、漫才以外にもいろんなことできるじゃないですか。そう、今日一つ持ってきた。いやー、見たい、本当に。じゃあ、あの、サラ回し。これ、これできるんですよ。普通できないですよ。あ、そう、はい、営業の仕事はあるんですよね、うん、営業行くと、まあ、飲んでる席こんないいお客さんばっかじゃないから、はい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 、酔っ払ってるので、まあ、いますよね。漫才じゃダメなの、これで、はいはい、いやいや、それで、それで、ね、あの回します。あ、本当ですか。ね、
じゃあ、まあ、お兄さん、ちょっと掛け声かけてください。なんでもいい、なんでもいいです、大きな声で。はい、じゃあ、よーい、スタート。山本くん、座布団取って。分かんないよね、掛け声って言われてもね。じゃあ、3、2、1、スタートです。すいません、お忙しいのに。それは間違いじゃなかった。よーい、スタートね。はい。3、はい、2、はい、1、スタート。よーい。ありがとう。いやいや、今日は受けてよかった。大丈夫ですか。いただきます。よっ。はい。じゃあね、この皿を空中に飛ばしてまた受けます。おお、これ難しいです。いきます。落とすことはたまにあるんで気をつけてください、お前の方ね。3、2、1、よっ。おお。じゃあ、ね、この皿を回したまま私が飛びます。え、飛ぶ。飛びます、飛びます、飛びます。じゃあいきます。3、2、1、よっ。はい、じゃあこの皿をピタッと止めます。ピタッと止める、ちょっと難しい。ちょっと客席も降ります。ちょっとごめんなさいね、あそこ空間で。ごめんなさい。なんで客席で。いきます、いきます、止めます。止まったら拍手。3、2、1、よっ。高いとできないからね、これね。